アンリ・マティスという人は、1869年にフランスのルカトーというところに生まれますね。親はかなり裕福な商人だったようですね。で、法律事務所に書記として、働かされるというか、親がそれを望んだみたいで、最初はそういう仕事をします。弁護士事務所で手伝いをしていた、小僧をやっていたみたいなんですけれども、どうしても画家になりたいということで、親を説得して、パリのアカデミー・ジュリアンというところに入学しますね。1891年のことです。で、このアカデミー・ジュリアンというのは、簡単に言えば、美術専門学校で、いわゆる受験校ですね。パリ美大なんかに入る人たちが、勉強するためのプライベートスクールということなんですけどね。そこに入ったということで。で、コールドボザールへの入学を目指すんですけども、入学できません。落ちてしまうんですね、試験に。で、その時に彼は、ギュスターブ・モローという作家がいるんですが、この人から、うちのアトリエに来なさいというふうに誘われるんですね。要するにモローに拾われたということになります。で、これなんですけども、簡単に言えば聴講生というシステムだと思います。各アトリエが教授のアトリエとなってるんですね。で、そこには正規の入学試験を通って、入ってきた生徒がいるんですけど、それ以外に、いわばその先生の内弟子のようにして、そのアトリエに通うことを認められた生徒というのがいるんですね。だから正式に入学はしてないし、卒業証書ももらえないという立場なんですね。ただそこで一緒に勉強するのは構わないよというふうに教授が、許してくれるとですね、そこで他の生徒たちと一緒に勉強できるというシステムです。それが、聴講生というシステムなんですね。アンリ・マティスは、ギュスターブ・モローの聴講生という扱いで、おそらくパリ美大のアトリエに行くことを許されたんだと思います。なんでマティスがですね、モローに拾われたのかということで、それについて、モロー先生が廊下を歩いているときに、起立すると、モロー教室に入れると教えられたからと。そういうふうに彼は答えています。自分の若い頃の才能を、ギスタン・モローが見出して、彼を特別に入れてくれたというのが、面はゆかったから、冗談でごまかしたんだと思います。で、このモロー教室で、彼はたくさんの仲間と知り合うことになります。これは、マルケという作家ですね。長くマティスの友人として、活躍する作家なんですけども、それから、ルオーも、このギュスタウン・モロー教室の生徒の一人でした。それ以外にもブラマンクなどもいます。モローを取り囲むようにですね、若者たちが集まっていたわけですね。このギュスタウン・モローという人と、周りに集まっていた若い画学生たちがですね、マティスに与えた影響というのは非常に、大きいです。この当時、そこにいた若者たちのほとんどは、その後、近代美術の、屋台骨を作っていく作家たちにとなっていくんですね。で、モローの話に戻るんですけど、このギュスタン・モローという人は大変優れた人物で、美術史に残る屈指の名教師です。これがギュスターブ・モローの、キメラという絵です。これは水彩画ですね。キメラというのは、ギリシャ神話かなんかに出てくる怪物の名前ですけれども、こういう絵を描いた人で、象徴派の画家として知られた人なんですね。で、これ実は水彩画です。彼はですね、水彩画の名手でした。で、油絵ももちろん描いてるんですけど、水彩画はものすごくうまくて、で、本当に優れた絵を描く人なんですけども、で、それはそうなんですけども、それ以上にですね、モローという人は教師としてずば抜けて優れていました。すごい、メンバーが彼のもとから育っていきます。ドランとか、ブラマンクとか、マルケとか、マティスとか、ルオーとか、みんな、モロー教室、あるいはそのモローの周辺にいた若者たちですね。で、すごいのは、さっきの絵で見てわかる通り、この絵とですね、彼らの作品が全く画風が違うということがあります。これは素晴らしい教師であることの証ですね。で、マティスの回想の中で言っていることは、その
モローは古典を見なさいと。で、偉大な先人たちの残してきたものに対して敬意を払いなさいと。ルーブルに全てがあるんだからそれをしっかりと学びなさいと。モローのすごいところはそれだけではないんですね。と同時に街へ出なさい。街を見なさいと彼は教えたそうです。これは街を見るというのは街の風景を見るということではないですね。あなたが今生きている時代をあなたは感じなさいと、ちゃんと見つけなさいということを彼は言ってるんだと思います。で、このことはマティスという画家を理解する上で大きなヒントになると思います。その頃に、マティスが描いた絵ですね。これはシャルダンという、フランスのロココの画家の絵の模写です。原作がこれですね。まず、色かなり違うんですけど、あんまりこういう図像の色のことは信用しないでください。デジタル化の時点でかなり変わってしまった可能性もあるし、わかんないですね、現物を見比べないと。で、デッサンとかその他でもだいぶ変わっちゃってる、こうやって並べてみると変わっちゃってるところがあるんですけど、20歳そこそこの画学生が描いた模写としては相当な技術だと僕は思います。これはマティスがその頃に描いている絵で、本とろうそくのある静物という絵ですね。非常にしっかりとした絵を描いてるなという印象があります。で、これはですね、おそらくパリ美大だと思いますね。男性のヌード、デッサンですね。こういう極めてオーソドックスなところをしっかり学ぶところからマティスの画業は始まります。1896年頃に、サロンに、頃にというか、96年にサロンに4点、マティスが絵を出品するんですけど、おそらくその中の1点だと思われるもので、果物とボトルのある静物という結構有名な絵です。うまいですね。で、初期印象派の絵に近いかなという感じがします。結構タッチが荒くなってきてますね。さっきのろうそくと本のある静物などに比べて、より近代的な絵になってきてます。これですね。これはやっぱり同じ1896年の作品で、ブドウのある静物という絵ですね。この頃ですでにある程度の技量はもう完成していたんじゃなかろうかなという感じがします。で、1898年、マティスは、非常に若いんですけど、アメリ・パレイルという女性と結婚しますね。で、それ自体はとても、おめでたいことなんですが、その1896年、あ、98年に、実はモローが亡くなります。で、モロー教室の後を継いだのが、カリエールという画家で、こういう絵を描く人ですね。同じく象徴派の画家なんですけども。で、僕は今回初めてカリエールがこの後を継いだことを知りました。調べるまで知らなかったというのは、マティスにしろ、それから、ルオーにしろ、ブラマンクにしろ、モローの話は口にするけれど、カリエールのカの字も出てきたことがないからですね。よほど生徒に何の感銘も与えなかった先生だったんだろうなということが想像がつきます。ちなみにカリエールね、割にいい絵描きでして、フランスではよく見ることがあるんですけども、19世紀象徴派の絵なんですが、なかなかロマンティックでいい絵描きなんですよ。別に絵描きとしてはそう悪くはないと思うんですが、生徒たちには感銘は与えなかったみたいですね。で、その後ですね、マティスは後期印象派の影響を受けます。ゴッホとかゴーギャンとか、そういった作家たちの影響を受けて、荒いタッチの絵になっていきますね。これは、南仏の運河という1899年の絵です。一気に激しい絵になってるなぁと思って面白いんですが、そしてこれですね、これは結構名作として知られてる絵なんですが、これは1898年に描いたフルーツとコーヒーポットという絵ですね。非常にいい絵だと僕は思います。で、その後なんですけど、
突然ですけども、1900年になるとこういう絵を描き始めるんですね。これはテーブルの上のお皿という絵なんですが、まあ、明らかにキュビズムであることがわかります。キュビズムというのは、正式にはこのパブロ・ピカソが描いた、アヴィニオンの娘たちという絵から始まるということになっています。で、実はこれ1907年ですね。けれども、さっきのこのマティスの絵、これは、1900年です。つまりマティスのは早いんですね。で、実を言うと、キュビズムという運動として名乗りを上げて、はっきりとそういう思想性を打ち出したのは、確かにピカソとブラックの2人で、それは1907年のこのアヴィニオンの娘たちを出発点とすると美術史ではされてるんですけども、実際には1900年ぐらいになると、マティスだけではなくて、その当時この近辺にいた若者たちはみんなこういうキュビズム的な絵画を次々と描き始めています。だからアヴィニオンの娘たちは、まあ、象徴的にはそう言えるんでしょうけど、実際には1900年代の初頭、フランスの先端的な若者たちの中に、このキュビズム的感覚というのはかなり広く、流行ってたということが言えます。そこでなんですけど、じゃあこのキュビズムがね、キュビズムとは何ですかということで、ウィキなどを見るとですね、まあ、キューブ、円柱や立方体で絵を描くことというふうに出てます。まあ、そらそうなんですが。でも、それだけだとね、わかんないんですよね、キュビズムのやったことの意味が。なんでそんなにみんなが円柱とか、立方体で描くことにこだわったのっていう話になるじゃないですか。それ何がそんなに面白いのっていう話で。で、実はその円柱や立方体で描くことが面白かったわけではないですね、キュビズムは。キュビズムを生み出したのはセザンヌなんですね。で、セザンヌはキュビズムということは一切言ってません。本人はそんな意思はなかったんですね。彼はとてもオーソドックスな人でした。後のキュビズムの作品をもしセザンヌが見ることがあれば激怒したと思いますね。で、このセザンヌがじゃあなんでこう、彼はプランで描くと言ってるんですけど、つまり面を取るようにして絵を描いていくということを繰り返し言ってるんですが、なんでそんなことをしたのか。絵の革命を起こして新しい表現を作ろうと思ったわけではないんですね、セザンヌは。セザンヌがやろうとしたことは、空間表現を、まあ、より進化させようと思ったんですね。ヨーロッパの美術というのを一言で言えば、二次元の中に、平面の中にですね、どうやって仮想的に三次元を作っていくかという挑戦の歴史でした。で、セザンヌはそのものを多角的に見て、こういわばこうのみで刻んでいくように、あるいはその野菜を面取りしていくみたいに見ていくと、仮想的にものすごく立体的になるんではないかということを彼は考えるんですね。で、それを見て、キュビズムというアイデアが若い作家たちに生まれてくるんですね。では、なぜその面取りのようにして絵を描くことがそんなに彼らにとって衝撃的だったのか。それは本当のように描いていないでいいんだということを教えたからです。絵というものは、そのあるものをいかにあるように見せて、仮想的にな三次元でどれだけ手に取って、持てるようなリアリティで描くかということにひたすら邁進してきたのがヨーロッパの美術の歴史なんですよね。で、まだ抽象にはちょっと早いんです。このタイミングを理解しないとキュビズムの意味がわからないんですね。だから彼らは空間というものを平面の中に仮想的に作らなければならないという固定観念はまだ持ってる時代なんですね。だけども、まあ、マティスが後に言ってますけども、ものを正確に描くなら写真があるからそれでいいって言ってるんですが、その絵で、例えば壺なら壺を正確に描く、人の顔を正確に描く必要というのがもうなくなってきているわけですね。で、その時に、そのセザンヌがやったように、こう物を立方体に還元してしまうことで空間を作るということをすると、それはもう、その例えばマンドリンがマンドリンである必要はないんですね。画家が自分の意思で作り上げる仮想的な空間の、
題材としてそれがあればいいのであって、それは結局のところ円柱でも、立方体でも構わないんだ。絵が絵として自立して描かれるのであるのならば、そこに描かれたものが机に見えなくてもいいじゃないかということを、まあ彼らはセザンヌから結果的に学ぶんですね。今はね、本当に何でも好きなように描くことができる時代なので、どう描いてもいい時代なので、なかなか彼らが持っているその歴史的重みというのがわからないから、キュビズムに彼らが飛びついた理由がわかんないんですね。でも彼らの時代的背景を考えると、そうなのかと。ちゃんとコップがコップらしく見えることが必要なんじゃなくて、そこに仮想空間の立体のオブジェがあればいいんだなという発見をするというのは、彼らにとって非常に大きかったと思います。なので、このキュービズムというのは、当時の画家たちの中で大流行するわけです。そしてですね、その後ですけど、今度は、まあ、後期印象派の影響からか、点描のようなものも描いていますね。で、これはパリ美大の、ヌードモデルを元にした絵だと思います。で、これが、マティスの絵で、面白いのがあるので、もう一つお見せしますね。これがマルケのヌード画ですね。これ明らかに同じ日に描いてると思います。同じモデルさんですよね。だからマルケはこうやって描いてて、マティスはこうやって描いてた、ということだと思いますね。マルケの右隣にマティスが、左隣ですね。角度的に左隣にマティスが座って描いてた。イーゼル並べて描いてたというのがわかりますね。面白い、発見だなと思っているんですけども、こんな感じで点描を描いたりですね、します。それからこの後、マティスは、非常に不思議な絵を描きますね。これがアトリエの内部という絵です。それからこれも、同じく1903年の屋根裏のアトリエという絵ですね。これらの絵は実はものすごく重要になってきます。で、この頃からですね、マティスは同じ作家とは思えないほど作風が目まぐるしく変わりながら、何かを探し求めたような絵を描いていますね。これはギタリストという1903年の絵なんですけど、同じ1903年に、これは白いタオルの女という、まあ、ヌード画ですね。何かいろんなことを試しているということが分かっていただけると思います。こっちは極めて古典的ですね。空間の距離感なども、そんなにおかしなことはない。まあ、俯瞰構図とね、上からちょっと見下ろすような構図で描いてますけれども、それが歪んではいないですけど、こっちは俯瞰構図めちゃくちゃになってますね。椅子の俯瞰と人物の俯瞰と全部がちゃんと合っていない。半分その床の面はもう坂道のように傾斜が激しくなってるし、まあそういう意味で言えば椅子は浮いてるしというような感じになってます。タッチも全然違いますよね。これはポン・サン・ミシェルというパリのサン・ミシェル橋という絵なんですね。で、これ全く全部同じ時期の絵ですね。並べてみたんですけど、で、これが、まあ、オーソドックスに比較的遠近法に忠実に描いてる絵です。そしてこうなりますね。まあ、ちょっと角度が変わるんですけど、俯瞰で描いてますけど、ちょっと遠近法もおかしくなってますね。相当その描き方が極端に変わっているのがわかると思います。繰り返しですね、同じテーマを描きながら何度もこう描き方を変えて、探求しているというのがわかります。そしてフォームの登場ということになります。ここからマティスは有名になってくるんですが、この頃からマティスは、モロー教室で知り合ったアンドレ・ドランやモーリス・ド・ブラマンクとスタジオを共有して、3人で一緒に描いたりしていきますね。で、1905年にサロン・ド・オトンヌに、たくさんの新作を発表して、で、この展覧会に出した作品が荒々しい絵だということで、野獣というふうに呼ばれたところから、フォービズムというのが確立していきます。で、これがその最初期のマティスのフォービズムの作品ですね。これ有名な作品ですけど、マティス夫人の肖像という絵です。そしてこれは、帽子の女という絵ですね。
これは、赤い敷物という絵です。これも、まあ、初期の名作です。そして一気に、簡略化されてくるんですが、これが、ダンス。それから、その後これがですね、豪奢という絵ですね。この辺の絵でマティスは一気にその名を知られます。ただ、この頃のマティスは、困窮しますね。生活はものすごく苦しくなります。で、奥さんが服飾店をやって生活して、まあ、奥さんの稼ぎでなんとかかろうじて暮らすという状態が続きますね。ちなみにマティスの絵の中にはね、こう帽子をかぶった女の人がたくさん出てきて、なおかつその帽子がかなり奇抜なんですけど、それは奥さんが、結構帽子を中心に売ってる服飾店をやってたからです。彼の帽子の豊富さと奇抜さっていうのは奥さんのデザインによるものだからですね。これはブラムンクの秋の風景というフォービズムの絵です。そしてこれはアンドレ・ドラン、チャーリング・クロース・ブリッジというイギリスの風景を描いたフォービズムの絵ですね。フォービズムっていうのは定義がないというようなことがウィキペディアに書かれてますけど、それは違います。あります。これがモネの描いた有名なロンドン議会という絵ですね。で、同じこうイギリスの風景を、まあ、ドランが描くとこうなってるわけですね。印象派は、まあ、現実からかなり離れますけど、完全に現実を無視したわけじゃなくて、現実の中での一瞬の印象を見事に切り取ってるわけですね。レアかもしれないけど、ああこう見えるっていう瞬間を描いてるわけです。でもこのフォーブの画家たちの絵はどうでしょうか。雰囲気は確かにあります。でも実際にこういうふうに見える瞬間があると思いますか。絶対ないですよね。この印象派が求めているものと、そのフォーブの作家たちが求めている色彩の感覚とは違うんですね。これ皆さんにバナナは黄色く見えますよね。これを固有色と言います。固有色、英語ではローカルカラーというんですが、その見たまんまの色のことを言います。で、このモネの絵とかもそうなんですけれども、現実にある固有色を完全に無視しているわけではなくて、そこから印象を抽出しようとしてるんですね。だけどこうなってくると印象の抽出ではないんですよね。つまりフォービズムというのは、固有色からの、自由化なんですね。マティスは、フォーブについてこういうことを言ってますね。木が緑なのは木のためではないし、空が青いのは空のためではない。またこうも言ってます。私には盲目的にそれを写し取ることはできない。自然を解釈し、絵の精神に服従させるのだ。つまりマティスはキューブで、空間は作者自身のものであることを学び、フォービズムで、色もまたその自由だということを体得していくんですね。これはまあ、マティスが敬愛したオランダの生物画なんですけども、例えばこのこのヘーダという人の生物画ですけど、このそっくりに描くことにはとても意味があったんですね。簡単に言えば、これは映えなんですよ。オランダで生物画が流行った理由というのは映えです。女の子とかがね、例えば、おしゃれなレストランとか行って写真撮ったりするじゃないですか。あの発想と変わんないです。そこにあるのは、いいでしょっていう幸福のお裾分け感覚と、ある種の虚栄心と、そんなものがないまぜになったものですよね。人間の心ってそんな変わらないんですね。簡単に言えば、こんなに豊かだよということを描いてるんですね。描かせてるんです。当時、ヨーロッパでは、特にオランダでは、新興ブルジュアが台頭してきます。で、彼らは、かつてはその美術を支えた教会とか貴族とかに代わる勢力として、美術品を描かせたり購入したりすることができるほど豊かになってくるわけですね。で、その時に彼らが描かせたのがこの生物画です。じゃあなんでこれを描かせたのか。例えば銀食器っていうのは高価なものなんですよ。銀食器が、磨かれた銀食器がテーブルにあるということは、それだけ
うちは金持ちだよということなんですね。ここにガラスがあるじゃないですか。透明ですよね。澄んだ透明なガラスがある。これ、とっても高価です、当時は。透明度の高いガラスの器があるってことは、それだけ豊かな生活をしているという証拠ですね。よく生物画にはね、果物と、それから海鮮類ですね、魚介類が並んでたりします。冷蔵庫のない時代、果物とか魚介類はとても貴重品です。専門家になればなるほど、こういうことあんまり言わないんですよね。むしろ、例えばこの、魚が何を象徴的に表しとか言うんですけど、それは確かにそういうことはあるんですけど、あんまりそういうことにとらわれてしまうと本質が見えなくなると思います。それはある種のその時代のお約束としてね、何らかの形で宗教的なことや道徳的なことを絵の中に織り込むというのがパターン化してたので、までやってるんですけど、それをばかりを見てるとね、わかんなくなります。だってそれは別に生物画である必要はないんですよ。無理してそんなことする必要はないわけで、やっぱり彼らは日常生活、うちのねえ、豪華でしょ、美味しそうでしょ、豊かでしょ、楽しそうでしょっていう、ねえ、見てみてっていうね、そういう欲望っていうのが人間には必ずあって、最初に新興ブルジュアがそういうことができるようになった時に飛びついたのが、そういうものを絵に残すことでした。で、そうするとね、正確に描くことにすごく大きな意味があるんですよ。銀のお皿が、磨かれた銀のお皿が見事だと言います。それが木製のお皿に見えたら台無しじゃないですか。つまり絵というのはそういうものでした。そういう目的がもうなくなった時代に今人たちは生きてるわけですね。実物をそっくりに描くことには意味があったけれども、それがなくなった時にね、西洋の画家は何のために描くのかという重大な問題に直面します。で、立体的に描くことや、それから現実そっくりに描くことに特別の意味がなくなってきてしまうわけですね。その時に、所詮絵は二次元に過ぎないこと。立体空間じゃないんだということ。それから絵には絵の表現があって、それは現実の代替物ではないということを教えた美術家たちがいます。それが浮世絵です。この日本の浮世絵が西洋美術に与えた影響の重大さというのが、残念ながら日本人がいまいち分かってないんですが、最大の、衝撃というのは、これが平面絵画だということを前提に描かれてたことなんですよね。絵は絵に過ぎない。絵をどんなに本物らしく描こうと絵に過ぎない。絵には絵の都合があるんだというのが、日本人が当たり前に考えた美術観です。例えばこういう絵を見てですね、実はこういうのはとてもリアルだ、実際にこう見えることがあるというようなことを言う人がいるんですけど、そういう手の解釈が浮世絵に関して一番いけない解釈ですね。リアルっていうものをすごく広く解釈すればこう見えないこともないとも言えるんですけど、やっぱりこれはリアルじゃないですよね。リアルじゃないけども、ある種の、なんていうか、現実を抽出していればそれでいいわけで、それは絵画として成り立ってればそれでよかったわけですね。つまり、浮世絵の画家たちは、現実と比べてどの程度そっくりかを気にしていたのではなくて、現実の中にある僕らの印象、感情をどう確実に平面化して捉えて表現できるかということを、中心に絵を考えてたわけです。この崖もそうですよね。正確にこういう形の崖かどうかは別なんですね。ただ、非常に激しくそそり立ってるぞっていう、その圧迫感を、非常に美しい線で見せることができればいいから、こうなってるわけですね。マティスは、私は盲目的に自然を写し取ることはできない。自然を解釈し、それを絵の精神に服従させるのだ。と、さっきも言いましたけど、言ってます。これは現実という区引きから解放された西洋画家たちの勝利の言葉なんですね。絵は絵なんだと。絵には絵の真実があって、絵の迫真性を描けばいいんだというね。だからマティスは、
木が緑なのは木のためではない、空が青いのは空のためではないと言ったんですね。つまり彼が言いたかったのは、空が青いのは絵のためで、木が緑なのも絵のためだと言いたかったんですね。で、これこそが、日本の浮世絵の画家たちが西洋の画家たちに教えたことです。皆さんしんと黙っちゃってて、なんかちょっとまだるっこしくて、久しぶりの評論会なんでね、ダラダラしちゃっててすいませんね。つまんないですかね。もうちょっと頑張って、マティスの話。考え方を通して一気にマティスの絵というのは平面化していきますね。これはマティスの初期の傑作です。赤のハーモニーという1908年の絵ですね。それからこれが、青いテーブルクロスのある静物という絵です。これも本当にいい絵です。ここでキュビズムとそれから日本の浮世絵から学んだ世界観がちゃんと生きてますよね。つまり絵は絵なんだよと。そしてその自由に構成すればいいんだ、それは平面なんだからということをもう素直に受け入れているマティス。そしてその後ですね、ちょっと先走ったんですが、ニース時代というのが来ます。で、ここからマティスの絵は一気に明るくなっています。いきますね。で、これは多分マティスのお嬢さんか奥さんを描いた絵だと思いますけども、海辺のバルコニーの若い女という絵ですね。スコッチチェック柄のコートのミセス・マティス。あ、こちらが奥様ですね。ミセス・マティス。そしてこれですね。これも傑作なんですが、7月14日の花束という絵です。この7月14日の花束というのは大事な意味があって、7月14日というのはフランスの解放記念日なんですね。これも結構有名な絵です。ちょっとバイクがうるさいですね。石膏像のある静物という絵です。で、これも綺麗な絵なんですけどね、ピンクのテーブルクロスのリンゴという絵ですね。そしてこれも、まあ、名作中の名作ですね、レモンのある静物という絵です。そしてこれは、ピンクヌード。これは青い女、あるいは青いローブと、ローブの女とミモザという絵ですね。後ろにちらっと見えてる黄色いのがミモザってことだと思います。で、これはブルーと青のバック背景を背景にした、女という絵ですね。で、これはルーマニアのブラウスというすごく有名な絵です。そしてこれですね。これは茶色の目という絵です。この絵僕はものすごく好きです。後でこの絵を通してマティスが何を描いたのかについて説明していこうと思います。ちなみにこの、茶色い目という絵ですね。これは日本の大原美術館に所蔵されています。まずマティスの色はこうニース時代を通して南仏の光を帯びて明るくなっていきますね。そしてより自由になっていくのがわかります。で、そこからですね、マティスのデッサンの話に入ります。これがマティスのデッサンですね。多くの人がね、何かを正確に本物そっくりに描くことがデッサンで、そうして描かれたものがうまいと思ってるわけですね。僕は前半でくだくだと話をしてきたのはこのためなんですけれども、絵が正確にあるものをあるように描く理由はもうないんですね。マティスのこのデッサンを見ていても、雰囲気はありますけど、正確に描けてるかといえば、そういうことを彼は求めていないことが一目見てわかります。マティスという人は生涯通じて午前中は必ずデッサンをした人です。つまり、非常に丹精込めて、その、何かを掴もうとして描いてるんだということがわかります。さっきも言ったように、マティスは正確に描くならもう写真でいいとはっきり言ってますね。例えば人物であれば、この場合もそう、人物であれば、首の角度が正確かとか、手の指の曲がり具合が、どれほど正確に描けてるかとか、そういうものを正しく再現するために惹かれる必要はもうないんですよね。
まあ、マティスのデッサンは動き、ムーブメントというんですが、一瞬の動きを結構うまく捉えてます。特にこう女性のデッサンなど、本当になんか一瞬の動きがとても上手だなとは思いますけれども、実は人体の特徴を正確に描いているという類のものではないですね。この絵はですね、デッサンのためのデッサンなんですね。絵のためのデッサンだ。つまり目的が全く違うのだということを理解すると、このデッサンの美しさが分かってきますね。マティスの鉛筆は、画面の上を縦横無尽に走ります。濃淡のバランス、リズム、画面の上でその線が踊っています。なぜならそれが絵だし、それが表現だからですね。そういうことをマティスは追求しているのであって、元々のあるものがそっくりに描けているかどうか。まあ、これなんか見てもね、その女性の表情っていう意味ではね、結構うまく描けてるんですよね。やっぱり上手い人だから、もともと描けてるんですけど、そこが目当てではないんですよね。そうではなくて、その紙の中で、これが絵の表現として美しいか美しくないか、この線が綺麗か、張りがあるか、リズムがあるか、伸びやかに線が歌っているか、影が歌っているかということを彼は考えて描いていると。これはマティスが最晩年ですね、バンスの礼拝堂の下絵を描いている時の、写真ですね。これはすごく面白い写真で、マティスの制作の秘密がわかります。こんな描き方をすれば、当然線はたどたどしくなるんですね。細かい線は引けなくなります。これをわざとやってますね。こういう描き方をすることで細部が描けなくなります。思った通りに線も引けないし、自在に描くことができなくなる。そのためにたくさんのものを捨てなきゃならなくなるんですね、情報の。で、マティスはそれについてこう言ってます。絵の中で用のないものは全て有害です。余計な細部があれば、それが見る人の中で本質的な細部の位置に取って変わってしまう。さっきのデッサンを見ていただくと、その考え方がわかると思いますね。ぎこちなくて、たどたどしくて、そして余分なものが書いてない。それが大事だとマティスは言っているんですね。つまり、細かい細部があることで、人はそこにこだわってしまって、絵が見せなければならない一番大事な部分というものに目がいかなくなってしまうんだ。マティスのぎこちなさっていうのは、いつも不思議な美しさと豊かさをたたえています。それは彼が何が絵にとって一番大切なのかということを知っていたからですね。じゃあマティスは一体何を伝えたかったのかという話になるんですが、マティスは、結局あなたは何を伝えたいのかという質問に対してこう言ってるんですね。感動だと。で、この感動という言葉、画家のノートという有名なマティスの、記録集があるんですけど、それを読んでも、いろんなところから取ってるので、原文が正確にわからないことが多いんですね。だから何をもって翻訳者がそう翻訳してるとかわからないです。ただ、別の場面では、例えばサンサシオンという言葉をマティスは使っています。これは視覚とか感覚っていう意味ですね。ただこれは、感動にしろ、知覚にしろ、感覚にしろ、共通するのは、とても大事なことは、描く対象にあるものじゃないということです。それは、マティスの側にあることだということですね。オランダの生物が描こうとしているものは、自分の外側にある生物ですよね。マティスが描こうとしているものは、それを見て、自分が受け取ったものを描こうとしているんですね。ここが、近代と古典の決定的な差になってきます。これはですね、感動とか言うと、なんかちょっと勘違いされるんですけど、文学的な、情緒的なね、なんかそういうものではないんですね。で、事実、マティスはあまり意味を持たないような、題材をたくさん書いています。で、まあ、ノートルダムであったり、花束であったり、金魚であったり、オダリスクであったり、マティスは、似たような、題材を繰り返し繰り返し描いています。そしてそれになんかマティスの
なんかエモーショナルな感情を見るのは難しいですね。つまりですね、彼が言う感動も知覚も、画家としての構図や光や色やその空気に対する感、まあ広い意味で言う感動であって、まあ情緒的な物語の話をしているわけではないんですね。近代は画家が、描くテーマを自由に選べるようになった時代で、だからこそ例えば深層心理を探るシュールリアリズムとか、そういうものが生まれてくるわけですけど、マティスは絵画として一番見事な空間と光と色彩をどこにそれを表現するかということに最後まで、こだわってる人なんですね。そういう意味では彼はとても古典的で職人的な気質の画家です。マティスはモローとセザンヌの影響をすごく深く受けてるんですね。セザンヌは古典絵画を継承したつもりで近代への道を開いてしまった人ですね。西洋絵画がやろうとしてたことは、空間というものがその、どう二次元の中で表現できるかの探求だったわけですね。それをやってた結果がキューブになっちゃったというだけです。マティスはこんなことを言ってます。奇異な見かけで自分を表現したり、風変わりなデッサンや途方もない色彩に走っても進歩を避けることはできない。これ面白いですね。当時の多くの批評家はマティスがこれそのものだと思ってたわけですけど、マティス自身はそう思ってないんですよね。ただ自分が見たものを描いただけだと思えるようになるまで精神の単純さを持たないといけない。マティスは自分が見たものをそのままに描いているんだと言いながらこういう絵を描いてるんですね。そしてこうも言ってます。恋に自然に背を向けて制作する人は真実を逸脱してしまう。モローの世界観がよく出てますね。ちゃんとものを見なさい。マティスはそれを一度も破ることはないんですね。彼はちゃんとものを見ようとしてるんです。なんか新しい特殊な表現をしようとしてるんじゃないんですね。ロダンの自然を模写せよ、ダヴィンチの模倣できるものだけが想像できるんだ、それからセザンヌの、これも面白いですが、まるで生き写しのように描きたいという言葉がマティスの座右の銘です。すごく面白いですね。セザンヌの絵が生き写しのように見えるかというと、皆さん見えないと思います。でも彼はそれを探求したんですよ。実はマティスもそうなんですね。彼は彼の時代の世界観の中で生き写しのようにものを描こうとしたんです。そこでもう一度ですね、このマルグリット・マティスというこの名画、茶色い瞳の女というタイトルなんですけど、実はこれはマルグリット・マティスさんというね、マティスのお嬢さんを描いた絵ですね。この絵をもう一度見ていただきますね。この絵の中にマティスが伝えたかったであろうものが全てあります。まあ、厚着をしているから冬なんでしょうけれども、実はこのお嬢さん、まあ、幼い頃に病気のために気管支切開をしたんですね。そのために首元をですね、マフラーなどで分厚く巻いているということがあったので、まあ、こういう格好になっています。傷跡を隠すために首にマフラーやスカーフをいつも巻いていたそうですね。でさて、これ皆さん見ていただいてね、どう思いますかね。これね、タングステンの明かりじゃないってわかります？これは冬かもしれないけど、外光の太陽の明かりが入ってるんですよね。僕はそう思います。それが部屋の床に反射して、それがこのお嬢さんの顔に反射してると思います。マティスは、そういう光を描くのね、ものすごく上手い人でした。これ見てください。これ僕ね、タングステンの、つまり室内灯の明かりの絵だと思うんですよ。でもこれは開いた窓から入ってきてる光だと思います。これは僕の勝手な想像ですけれども、南仏のですね、冬でも溢れる光の窓辺にいるお嬢さんを描いてるんだろうと思います。
溢れる光が部屋の壁か床に反射して、その顔に照り映えていますよね。マティスのデッサンは、まあ、かなり適当ですけれども、この絵はね、美人に見えません？すごい美人じゃないけど、顔立ちはぎこちないんだけれども、彼女の、まあ、ある種の精神的な美しさと気品と凛とした内面が、そして何よりもマティスの彼女に対する愛情が絵に溢れてます。実際にですね、これは大原美術館の方の解説で初めて知ったんですけど、このマルグリット・マティスさんは、ナチスドイツの統治下のフランスで、レジスタンス運動に身を投じた方だったようですね。そういう感じはありますよね。非常に芯の強い、凛とした女性だなということがこの絵でわかります。そして、この女性の顔の位置とその手の位置を見たときにですね、まあ、手の方がこちらに画面に対して近く来ていることもわかります。気持ちがわかり、空気がわかり、空間がわかり、そして描かれた人がわかる。必要なものはもう全部描かれてるじゃないですか。足りないものは何もないですよね。精密に描く必要なんか何もなかった。マティスの言う通り、細部を描くことが物事を伝えることにはつながらないというその通りだと思います。椅子がどうなってるのか、帽子が正確にどうなってるのか、目鼻の位置がどの程度正確なのか、それは確かにごちゃごちゃかもしれませんけれども、しかしこの絵には、この絵が伝わらなければならないとマティスが思ったものは全部あると思います。この粗い塗り、後ろの塗りも効果的ですよね。このことが、闇に多くの光をはらませてくれています。マティスが描いた中でも、ずば抜けて美しい絵だと僕は思います。この絵もまあいい絵なんですが、この辺になると本当にマティスは自由ですね。平面と立体がごちゃごちゃになっています。そしてこれ、眠る女という絵ですね。これも有名な絵ですけども、マティスは具象的にしっかり描いたり、抽象的に描いたりを繰り返してますね。必ず一つの時代に一つの方向ではないですが、まあ軽やかにね、そして好きなように線を引き、好きなように色をのせ、自由にのびのびと描いていることがわかります。その描いてる幸福感が、そのマティスの楽しさがこちらに伝わってくるんですね。それがまずマティスの絵の持ってるずば抜けた魅力です。そしてですね、マティスは本当に光の表現が上手です。例えばこの絵ですね、絶対室内灯の光だって分かりません？そしてこれは、屋外からの太陽光の光なんですよ。これだけべったりと描いていても、その太陽光か、室内灯か光が変わって見えるんですね。こういうことができる作家を名人と言います。光の性質が、例えば電灯なのか太陽光なのか、それからその光の時間が、これ夕暮れですよね、どう見てもね。午後の少し穏やかな日差しですね、これはね、少し午後の穏やかな日差しを描いてるんだと思います。それが南仏の明るい太陽で部屋の中に広がってる。そしてこれは電灯の光ですね。多分お嬢さんが本か、マティスの画集かなんか読んでんだと思い、見てんだと思いますね。で、手前でマティスが絵描いてますね。午後の少し穏やかな日差しや明るく照り映える溢れる光が乱反射していく部屋だったり、これがそうですね。そういうものが、その時間、その空気、その温度や部屋の匂いが見えてくるような絵を描く人です。マティスの絵というのは、一種絵を描く人間の夢ですね。思ったままに筆を走らせて、そういうことをしながら伝えたいことは全部伝わる。絵描きなら誰でもこういうふうに描きたいなと思うような絵を描いた人です。
で、マティスが描いたものは何なのかということで、この最初の時に話をしたこのアトリエの絵ですね。実はこの絵の中にマティスがやろうとしたことの全てがあります。これかなり変な絵なんですけど、これは最初の方に出した青いテーブルクロスという名画ですけど、この絵のミソは何かというと、この右端の、クロスが切れてるところのテーブルと壁なんですね。これがあるかないかで、この絵の価値が全然変わります。このテーブルクロスは壁紙のようにですね、垂直に上に向かっても伸びてるわけですね。非常に混乱してるんですね。平面と空間が。花瓶とか、果物の乗った瓶は、一応は立体的に、こう斜め俯瞰の感じで、しかし、その乗っている布が、テーブルの上に乗っているのに、上まで広がってしまっているので、空中に浮いているようにすら見えるわけですね。だけど、この右端にちょっとだけテーブルが見えることで、やっぱりこれはテーブルの上に乗っているものなんだな、というふうになります。これは、さっき見せた窓辺の花です。例えばこれ、後ろのストライプの敷物、もし遠近法通りに描くのならなんですけど、このストライプは等間隔であってはいけないんですね。奥に行くほど、つまり画面上で言えば上に上がるほど、ストライプの間隔は狭くならなければならないんです。でもそうしていないことで、この敷物は、この開かれたその花の後ろにある、鎧戸の扉とですね、窓と、同じ平面で直立しているようにも見えるように作ってあるんですね。そして、にもかかわらずテーブルは俯瞰で立体的に一応描いてあり、なおかつその窓の影が敷物に、その横のストライプの敷物ですね、にかかっていることによって、それはやっぱり立体空間にもう一度戻っています。そして窓と壁は歪みながらも一応遠近法に沿って描いているという形になってるんですね。これは、マティスが好んだ窓なんですけども、これ絵画という絵ですけど、窓を描いてるんですね。で、全部平面的にして描いてあって、奥の風景も平面的に描いてあるんで、まるで壁紙のようですね。しかし窓なんですね。で、こっちの赤のハーモニーもそうで、これは左側にあるのが窓なのか絵なのかよくわからないんですけども、仮に窓だとしても絵だとしても、この平面のその位置はですね、壁紙の位置と全く同じなんですね。ほとんど真っ平らになってしまっています。じゃあ全部平らでいくのかというと、手前のテーブルは、一応、俯瞰になってるんですね。だから模様も斜めに、曲がってます。真っ平らだったらこうはならないわけですよね。一応そのテーブルの角に沿って模様が曲がってるんです。だからかろうじて立体にしてます。それから、左の椅子ですね。これも一応立体俯瞰として描いてるんですね、角度的には。だけど人物は完全に潰してしまって平らにしてます。立体と平面がごっちゃ混ぜになっていて、視覚的混乱を起こすように描いています。これはニースのフランス窓という、やっぱりマティスのニースの豪邸の絵なんですけど、面白い絵ですよね。窓はマティスが好んで使ったマジックなんですね。本当に極めて平面的に描かれた画面の奥に窓があって、そこにまた平面的な別レベルの平面が現れるというようなことを、さっきの絵で、この辺でやってるわけですね。で、こういうマジックに、マティスはよく好んで窓を使います。この絵の場合、窓は、かなり稚拙に平らに描かれてるんですけれども、その割に鎧戸と、それからカーテンがですね、一応はちゃんと、立体的に描かれてるんですね。で、カーテンの陰影でもある程度の立体感を出していますね。で、すべてが平たく、さっきの絵だったらこういうふうに平たくなるのを一応抑えて、それなりに立体感を出して描いているんですけれども、右端の縞模様を見てください。これベッドカバーかなんかなんですけど、
これがいきなり平らなんですね。こう画面の俯瞰の角度というのが打ち壊しになっています。こういうことをマティスはよくやったんですね。画中画、絵の中にマティスの絵があったり、それから鏡、それから壁紙、窓、そういったものをすごく好んで描きました。で、これらのものは全部こういう立体的空間を平らに還元してしまう要素があるものなんですね。つまりマティスは平面にどうやって空間を作るかということをずっと考えてきた人です。絵画が仮想的に本物そっくりに描く必要がないことが明確になったとき、それでも西欧美術の伝統、彼らが求めてきたもの、絵の世界の空間を作るってどういうことなのかということをの探求を最後までやめなかった画家です。この、これですね、窓。マティスは、最も抽象に近づいたのはこの辺りの絵なんですけど、結局は抽象にはいかないです。彼は、見たものを描きたいとずっと願った人なんですね。彼は破壊に手を貸すのではなくて、観念や思想の表現の道具として絵を描くのでもなくて、彼が敬愛してやまなかったオールドマイスターのように、腕のある画家として最も美しくそこに見た空間や光や色を絵画として構築することが描くことだということ。だけどその構築の仕方や見方は自分が今生きている時代によっておのずと変わるはずだし変わるべきだと、そういうふうに思って描いてた人です。絵画が空間を作るものであるとしたらば、その平面的な中で、平面を自覚した中で空間はどう作られるべきか、その空気感をどう表現すべきかということをずっと考え続けた人なんですね。そして、マティスは最晩年、体力がなくなって、油絵から切り絵へと制作を変更します。弟子たちにですね、紙に、ガッシュなどでこうしっかり色をつけてもらって、それで自分で切って切り絵を作るんですね。これは有名なブルーヌードですね。それから、これもブルーヌードで何点も描いてますね。そしてこれは、クレオールダンサーという絵です。クレオールというのは、南太平洋とか、ヨーロッパの本土以外で生まれた白人のことをクレオールと呼びました。これはポリネシアの海という切り絵です。美しいです。そしてこれはポリネシアの空という、傑作ですね。そして最後に彼は最晩年に、有名なナウス・バンスの、ロザリオ礼拝堂というところの内装をデザインします。で、実はこれはですね、たまたま起きたことなんですね。マティスととある修道女の友情から生まれたものでした。ロザリオ礼拝堂のある、教会というのはとても傷んでいたらしいんですね。で、そこにある修道女がいたんですけど、で、彼女の名前はモニーク・ブルジュアという人なんですが、この人がですね、まだ若い頃マティスの看護師だったんですね。看護婦さんだったんです。時にはモデルもやってくれた人なんですね。その人がシスターになって、そのロザリオ礼拝堂のあるバンスの教会にいたと、教会をなんとか再建したいんだけれど、どうしていいか分かんないって困ってる時に、実は私アンリ・マティス先生とてもよく知ってるのよと、じゃあ頼んでみてくれないということで頼んだら、マティスが引き受けてくれたということですね。だからおそらく、ほとんどお金は取ってないか、全く取ってないかだと思います。これはちょっと誤解されるんですけど、マティスと宗教心によるものとかではないんですね。そういうものがなかったことか知らないですけど、シンプルなマティスの友情です。この礼拝堂、本当に美しいです。これはステンドグラスが生えてますね。切り絵はさっきからずっと空間の話をしてましたけれども、切り絵は完全に平面です。長い長い試行錯誤の末に彼は
平面も空間なんだという絵画としては当たり前の事実にたどり着きます。たどり着いたマティスの作品はとても澄んでいて美しいです。主義主張の表明が吹き荒れた時代なんですね、マティスの時代という。絵画が表現する内容やスタイルを求めるのではなくて、目の前にある事実をどう確かなものとして観客に伝えるかということだけを追求したオールドマイスターたちのように、近代芸術家ではなくて、ブレることなく古風なタイプの画家であり続けたマティスが、この天才の到達点としてたどり着いたのが、このシンプルで澄んだ切り絵の世界だということは、非常に感銘深いなと僕は思っています。